出ますね、この歯はね、歯茎、うん、何がかれへんやな。お口開けてください。口元美容香りです。今日親知らず抜いたんよね。それがしっかり見えてるから、しっかり歯磨きしたら使えるかなーいう感じには見えてんけど、実は虫歯になって黒になってんねんな。今回歯を抜いたのは37歳の女性やねん。女性ってさ、毎月毎月ホルモンバランス崩れんねんな。しかもこちらの方は2人子供さん産んであるから、妊娠出産を2回経験してるんよ。そんな時ってめちゃくちゃホルモンバランス崩れるから、歯茎にダメージが起こりやすいねん。妊娠性の歯周病なんていうのが起こったりするわけよ。ホルモンの変化っていうのは嫌やね、恐ろしいこっちゃわ。ほんで歯茎のところちょっと産み始めてたんよね。それってばい菌もたまるし、ホルモンバランスの加減でうまーくコントロールできへん。そんな歯やったら持っとったって意味ないやん。綺麗に生えてるから言うたって意味ないやん、ばい菌たまるばっかりやったら。ということで今日は抜きましたよ。押してみます。嫌な感じだったら教えてくださいね、うん、押される感じがあるとは思いますが、うん、大丈夫ですか、うんうん、これから妊娠出産するよみたいな年代の方は抜くことをおすすめしたりしてるよ。歯は全部ちゃうで親知らずを抜くことをおすすめしてます。やっぱり磨くのも難しい。奥になればなるほど手届かんやん。よっぽどいろんな道具、ちっちゃい道具とか使い分けて、いろんな面を時間かけて磨くんやったらええねんけど、シャーッと他の歯と同じように磨いてたって磨けてないんよね。で奥歯のところでばい菌を飼ってるような状況ができんねやったら抜いた方がええ。しかも女性はホルモンバランスを崩す時期がいつもいつも定期的に来るから、口臭予防のためにも抜いてほしいなとおすすめしてます。みんなは親知らずあるんかな？どうしてる？もしあるんやったらしっかり磨いてやん。ちょっと磨くの難しいなって思ったら歯医者さんに相談に行ってね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南郷屋敷らにオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。